はいどうも、つったり TVAB でございます。最近またバス釣りのスイッチが入ってきましたということで、浮き沈みがあるんです。バス釣りに関しては得意じゃないんで、どっちかというと苦手な釣りの部類なんで、ね、ベイトのキャスティングもねあんまり上手じゃないし、季節ごとのパターンとかもねなかなかこうざっくりしかねわかんない。で、難しいなって思ってる釣りではあるんですが、でスイッチがね入るタイミングとスイッチがオフになるタイミングと、周期的にこうねガッとこうバス釣り楽しいっていう時期とこう、っていう時期が交互にねやってくるんですけど、今またねちょっと楽しい時期になってきたということで、バス釣りのねスイッチが入ってしまうとどうしてもね欲しくなるものがいろいろあるんです。ということで、これねバイオベックスジョイントベイト176、お店で最近ほとんど見なくなりましたね、これねヌメヌメなんかなかなかエロチカルに動くジョイントベイトなんですけど、安いんですよ。たまたまねアマゾン見てて1900円で出てたんで迷わずポチってしまいました。これと最近またお店で見ないハスフラット水面の位置、これもね5000円弱ぐらいするんですけど3400円でお店で売ってました。倉敷のタックルベリーにありました。遠征行った帰りにねなんとなく覗いてみたらあったんで、これちょっと迷わず買いました。こういうね夢のあるやつで釣りたい、どうせならね。であと定番どころで言うとダウズスイマー、これはもう定価で買いました、新品をね、あと夢のあるやつね、トップですよ、ヘドンスーパースクープ、これもね頭こうスパンスパンスパンってドッグウォーク水面を動かしてるだけで楽しいんですよ、こういうやつは。で万が一水面ねバコーンと下から突き上げてこようもんならもうね分かりますよね、そういうことです。でソフトルアーね、ワームと呼ばれるやつなんですけど、ここに関してはねもうあんまりブレることがないんですけどね、でほぼほぼねこの緑のパッケージ、今ちょっとパッケージ新しくなって黒に変わり始めてるんですが、一斉もうほぼ一斉メインでやってます。で特に大好きなのが沈み虫ね、これはね反則ですよ。どうしていいかわからん時に沈み虫使うと何かしら反応があると。で、ミドストとか、ミドストに関してはねもうこれ一択なんですよね、僕ボトムアップのフリッシュね、これ3色ぐらいを、これ6本入りなんですけど、こうやって、ナチュラル系、チャート系、
ちょっとナチュラルでもね、ちょっと色が濃いのと薄いのと、チャート系2本ずつこうやってね、1つのパックに入れていつも持ち歩いて。フリッシュはね、そんなにねバス上手じゃない俺からしても秀逸、まあ秀逸、これはすごいと思う。で、あとはね、もうキャラメルシャットでしょ、キャラメルシャット大きいのとちっちゃいの、ね、とか、まあこれも連れてしまうやつ、スパテラね、4インチ5インチこれは長い、 7.8 インチ、この辺使いますね、大好き。まあネコリグで使う、それから、スプリットショットとか、キャロで使うね、スパテン。あとはね、 AK チャッター、ギルフラット、ソフトルアーに関してはね、増えてしまうんで、どうしてもあれだこれだと、情報がいっぱい入ってくるんで、どんどんあれがいいんじゃないか、これがいいんじゃないかってね、メーカーももうものすごい数あるし増えてくるんで、僕はもう好きな一世に絞ってますね。他のメーカーは気にはなるけど基本買わないですね、とんでもなく量が増えていくんでね、バス釣りって。そこがね、沼にはまるとバス沼は結構深いんで、やれどこそこの何がいいだとか、やれどこそこの何がいいだとか、もうどんどんもうね、無限に増えていく。これがちょっと怖いところなんで、自分にね結構ブレーキをかけて、自分のこのメンタル気持ちにね、ドラグ強めにセッティングしてやってます。で、あとスピニングで使うやつもね、ほぼほぼミノー系もね、一世ばっかりです。一世とにかく僕好きなんですよね。 GC ミノー75SP GC GN ミノ、これは GC ミノ89ね、もう GC ミノばっかりです。あとはちっちゃいね、スピニングで使うペンシル、スティーズペンシルとライザーベイト、これはジャッカルね、ライザーベイト、スパイテール、こういうね、トップ系がやっぱり、トップ系とミノやっぱ好きですよね、こんな感じでね、バス釣りどんどんアイテムが増えていくんでね、自分にブレーキかけてやっていこうと思います。ということで、まあこのね、バス釣りのテンションがまたいつまで続くんかわからんのですけど、スイッチが入るとどうしてもこういうものがね、欲しくなる。バス沼って怖いですね。